メタン。メタンは最も単純な構造の炭化水素で1個の炭素原子に4個の水素原子が結合した分子である。分子式は CH 和妙和小規。CAS 登録番号は74から82から8。カルバン、カーベインという組織名が提唱されたことがあるが IUPAC 命名法では非推奨である。分子は 炭素が中心に位置する正四面体構造をとる。炭素、水素間のすべてが、シグマ結合で結合しており、π 結合が存在しない、ため、sp 根性軌道をとり、結合角は109である。常温、常圧で、無色、無重の気体。人に対する毒性はない。融点は摂氏183度、沸点は摂氏162度。 空気に対する比重は0.555。光などの刺激によって冷気され、ハロゲン元素と反応し、水素原子がハロゲン元子に置換される。この反応は、激しい発熱反応である。例えば塩素との混合気体を、常温中で直射日光にさらすだけで発火する。メタンは、天然ガスから得られるほか、一酸化炭素と水素を反応させることで、 工業的に大量に生産されているため、記事 C1 科学に詳しい、実験室においてもガスボンベで供給されることが普通であが、実験室で発生させる方法がいくつか知られている。メタンを完全燃焼させると、1モルのに酸化炭素と2モるの水になる。一方、メタンの不完全燃焼の場合、1酸化炭素が発生し、水も生成する。大きな用途の一つは、 燃料用のガスとしてであり、都市ガスなどに使用されている。もう一つは、C1 化学プロセスに使用する原料としてである。また、メタンは高温の水蒸気との反応で一酸化炭素と、水素の混合技、合成ガスを生じ、この混合技そのもの、あるいは単離した一酸化炭素や水素を、各種化学プロセスの原料として使用する。このほか、 液化メタンを燃料を使う宇宙ロケットを IHI などが開発中である。メタンが地換機となる場合、メチル元1価、メチレル元2価、メチンはじめ3価と呼ばれる。炭素数1の化合物には化学工業において原料として重要な化合物が多く存在する。これらの多くがメタンから直接誘導される。これらの工業的な合成法については、 C1 科学に詳しい。いかに代表的なものを挙げる。太陽系最大の惑星である木星は、その大量の大気に0.1%のメタンを含む。天皇星や海洋星もその大気に2%程度のメタンを含み、これらの星が青く見えるのは、メタンの吸収による効果によると考えられている。土星の衛星であるタイタンはその大気に2%程度のメタンを含むだけでなく、 地表に液体メタンの雨が降り、液体メタンの海や川もあることが分かっている。また火星の大気もメタンを痕跡量含む。このようにメタンは宇宙ではありふれた物質であり、生物の存在しない惑星にも存在する。土星の衛星タイタンでは太陽系で唯一大気中で活発な有機物の高分子化が発生していることが活死に。 探査機により確認され、メタンが生物由来でないことが強く推測される。メタンは油田やガス田から採掘され、エネルギー源として有用な天然ガスの主成分である。20世紀末以降の代替エネルギーとして、バイオガスやメタンハイドレートが新エネルギーとして注目されいる。産出するガスは起源によって同位体比と c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  メタン C2、エタン C3、プロパンで求められる炭化水素比、含有する微量ガス比が異なり、素性を分析することで起源を知ることが可能である。天然のメタンを構成する炭素 C と C の同位体比は98.9、1.1とされ、起源有機物の同位体比、原油の熟成度、微生物分解の要因によって決定される。 また微量ガスはヘリウムの同位体比、HE、HE、窒素、N アルゴン、AR 比など分析することで詳細に判別することができるとされている。メタンは排他的経済水域や大陸法といった海底や地上の永久凍土層内にメタンハイドレートという形で多量に存在する。メタンは火山ガスでマグマからも生成されるため、 メタンハイドレートは艦隊平洋火山帯に多く分布する。2004年7から8月、新潟県上越市沖で初めてメタンハイドレートの天然結晶の採取に成功。2008年3月、カナダ北西部のボウフォート海沿岸陸上地域にて永久凍土の地下1100メートルから連続生産に成功。2013年3月12日には、 愛知県と三重県の沖合で海底からのメタンガスの採取に成功した。メタンは火山活動で生成される以外にもメタン酸性菌の活動などにより放出されるため自然界に広く存在し、特に沼地などに多く存在する。和名の正規はこれが語源。大気中には平均0.00022%含有されている。このメタン酸性菌を用いて 生ゴミを発酵させてメタンを得て資源として利用することも実用化されつつある。実際にバイオガスの供給事業も始まっており、国内のバイオガス化市場規模は最大約に300億円と推計されている。白アリに強制する体内微生物によってもメタンが生成され、その量は地球上で発生している全メタンの5から15%と推定される。 メタンは強力な温室効果ガスでもあり、同量の二酸化炭素の21から72倍の温室効果をもたらすとされている。産業革命以来、人工的な温暖化ガスの排出量が急激に増加しており、温暖化が加速度的に進行していることが国際的な社会問題となっている。火山ガスであるメタンは世界最大の火山体である。 日本列島及び近海から常に大量に放出され続けていることに加え気温が上昇すれば海底や永久凍土中のメタンハイドレートが放出される子も懸念されるため日本は積極的にメタンやメタンハイドレートを開発し燃焼させるべきだとする意見もあるまた牛など草食動物のゲップにはメタンが含まれその糞からもメタンが発生するため牛が増えると メタンガスも増えて温室効果を助長するという説が広まり大量の牛肉を使用廃棄しているハンバーガー販売企業がバッシングされる事態も発生した人口の10倍以上の家畜を抱える酪農国のニュージーランドでは羊や牛のゲップを抑制するという温暖化対策を進めようとしたが農民の反対を受けている畜産はメタンガスの21% ゲップ16%、粉尿5%を排出していると言われている。メタンは大気中の寿命が約12年で排出量の大半は分解され、分解量を超過する分が濃度上昇に反映される。このため排出削減をすれば大気濃度がすぐに減少する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。